ブリティッシュインターナショナルヘリコプターズは、リグビーグループ PLC が所有するヘリコプターオペレーターである。ニューキー空港、コベントリー空港、マウントプレザント空軍基地から、捜索救助、オフショア、防衛、チャーター、飛行訓練活動等を行う10機のヘリコプターを運用している。ニューキー空港から、デボンポート海軍基地の HMS ドレークに拠点を置く。 英国海軍艦隊運用会場訓練に代わって2機の AS365N にヘリコプターを使用して運用されている。シコルスキー S-61 ヘリコプターはホストの任務にも使用される。2015年より幅広いグループの一部としての B はフォークランド諸島のマウントプレザント空軍基地から運営する10年間の契約を2億7500万ドル獲得し、 2016年に契約を開始している。2機のシコルスキー S-61 ヘリコプターは 19km の海が2つの主要な島を隔てている道路がほとんどない、島の周りで日常の軍事輸送と陸上兵坦支援を行っている。捜索救助は2機のアグスタウェストランドオータムウィンター189ヘリコプターを使用している。 コベントリー空港のオペレーターであるバイルテッドは B の公益事業部門として機能し、警察及び航空救急車の機能、測量、パイプラインパトロール、TB マストのキャリブレーション、荷物の持ち上げ、林業及び国立公園サービス、映画制作などの商用ヘリコプターのサポートを含む運用ワークロードにサービスを提供している。バイルテッドは B の顧客及び商用チャーター事業、 商用及び民間パイロットの飛行訓練、様々な種類のヘリコプター及び航空機、ヘリコプターエンジニアリングを提供している。トレスコヘリポートにある同社のシコルスキー S-61、ヘリコプター1986年9月、同社は民営化されるまでは、ブリティッシュエアウェイズヘリコプターズだった。その後、出版社のロバート・マクスウェルに売却され、 ブリティッシュインターナショナルヘリコプターズに改名された。1993年 CHC ヘリコプターは B の議決権株式の40%を取得し、1年以内に株式保有を90%に引き上げた。B はブリンタルヘリコプターズリミテッドとして CHC の英国市会社になった。1996年10月、ブリンタルは カーディフを拠点とするベリテルリミテッドを買収した。2000年、同社の現在の化身はサンアイグループ p l c とスコットランド銀行の支援を受けて、スコシアヘリコプターと CHC ヘリコプターの非石油関連事業のマネジメントバインを通じて設立され、スコットランド銀行は2200万ポンドの資金を提供している。2006年、B はファイナンスコーンウォールと クリサリスベンチャーキャピタルトラストの支援を受けて、マトリックスプライベートエクイティパートナーズが主導する投資家のシンジケートが資金提供する2次マネジメントバイアウトを完了した。南ウェールズ警察のヘリコプター航空支援契約が終了した結果、カーディフでのブリティッシュインターナショナルの事業は2008年5月にキャプテンジュリアン・ベリティが率いる経営陣に売却された。 新会社のヘディシャーター、ウェールズ・リミテッドは、ベリテラビエーションとして取引されている。2008年10月、ベリテール・リミテッドは、社名を、ブリティッシュ・インターナショナル・ヘリコプター・サービス・リミテッドに変更した。2013年6月、同社は既存の航空活動を補完するために、リグビーグループ PLC の子会社である、ベートリオット・チェロスペースに買収された。ありがとうございます。